皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。やばくない？一発目で入れられちゃったんだけど、天才じゃん。本日はですね、ツイッターに設置している質問箱に寄せられたメッセージに答えていくという動画なんですけども、ここ最近ですね、元男の子予備軍さん、しかも中学生の方々からメッセージがめちゃめちゃ増えました。そういった方々が悩んでることが、結構似てて、その内容が、今中学生なんですけども、高校生の頃に性転換をして、大学生から女性として学校に通いたいんですけど、カノンさん何かアドバイスもらえますか、みたいな、なんかそういった内容が多いんですよ。実はですね、私女子生徒として専門学校に通っていたことがありました。すごくない？まだその時ポコチンついてたんですよ。沢竹屋さんっていう状態の時に性別を隠して女子生徒として入学したの。そこはですね、男子クラス女子クラスっていうのを分けられたの。どんなことを習っていたかというと、音楽の専門学校なんですね。発声とか、いろいろ歌を歌ったりとかするための専門学校だったんですけども、女子クラスに入って1年間ですね、学生生活を送っていました。それを今回は、良かったこと2つと良くなかったことを2つ、2個ずつに分けて話していきます。で、まず最初に良かったこと の目次出しておきますね。こちらですね、話していく内容こんな感じです。で、良くなかったことはちょっと最後まで見た方のお楽しみっていう感じで、よかったら最後まで見てねー。ということで、ルッツラゴー。いや、事務所の先輩なんだって、コラボしてもらえなくなるから。良かったこと1つ目、男子のクラスの子が私に LINE を聞いてきた。これは普通の女子だったらさ、メアド教えてとか、メアドってもうあれか、今の子たちは使わないか、LINE 教えてとかあるじゃないですか。今まで私はね、チンパンジー少年だったんで、そういった経験がない。むしろ女の子に、俺にメアド教えてくれないって言ってた側だったんですよ。いきなりこのね、逆の立場になることによって新鮮味がすごいんですね。なので私はその方に快く教えました。ただそのことが原因で、後半に後で話すんですけど、良くなかったことにちょっと結びつくことになってしまうっていう。ただこの現段階では私にとって、あ、性別バレてなかったんだなみたいな、あ、女として見られてんのかなみたいな、なんかそういう風に思えたんで、ちょっと安心しましたね。2つ目です。女友達のおならを聞きました。それはですね、なんでこういう状況になったかというと、私はその当時ですね、彼氏と同棲をしてたんですね。付き合った彼氏がたまたま出張で家にいないから、仲良かったそのクラスメートの女友達が私の家に泊まりに来てくれることになって、でそこですごい嬉しかったんですよね。だってその2年3年前まではやっぱりこのチンパンジー少年だったんで、女の子はこんな男の家に一人で泊まりに行くわけないじゃないですか。何されるか分かんないからね。なので、あ、私同性として女友達に見られてるんだと思って、でさらに嬉しかったのが、お酒を飲みながらちょっと面白い話みたいなのをしてたんですね。お酒飲むともちろんリラックス状態になるんで、体の力が緩むわけですよ。そこでその女友達は思いっきり爆笑した反動で同時におならが出ちゃったんですよね。でその時私はすごいびっくりしたんですよ。今まで女性のおならっていうのは聞いたことなかったんで、あ、女性っておならするんだと思って、私はしないですけどね、はい、人生で初めて女性のおならというものを聞きまして、でそれまで私は例えば AKB とかもモームスとかもそうですけども、トイレにも行かないのかなって思ってたんですよ。だからすごい、私に気を許してくれてるってことに感動しました。でちゃんと匂いも噛みしめて、とてもほうれん草みたいな匂いでした。良くなかったこと、まず1つ目が、歌の発表会で声が思いっきり裏返ってしまったっていうことです。定期的にですね、期末テストみたいな感じで3ヶ月に1回ステージの上で歌わされるんですよね。
性別を隠してるわけなんで、女子生徒なわけですよ。まだその時私はその性別を男から女に変えて歌を歌うっていうのは全然今でもあれかもしれないですけども、かなり苦手だったんですね。だからちょっとでも喉を力んだ瞬間にみたいな感じでなんか裏切っちゃうんですよ。全校生徒がこうやって、まあ、客席で見てるんですよね。 そこで私は女性の歌をテンポのいい感じの彩香さんみたいな感じのめちゃめちゃあの熱唱系の歌だからか、本当にサビのこのクライマックスのところで思いっきりひっくり返ってしまって、あまりのその、まあ、ショックにポカーンってなっちゃって、で客席にいる人たちもみたいな感じになっちゃって、約1年間ですね、学校内で築き上げてきた女子としての立ち位置が崩壊すると危惧しまして、私はその後恒例のお疲れ様会みたいな感じで近くのファミレスでみんなでご飯食べたり先生たちとかするんですけども、ステージを終わった後にその場から逃走しましたでもね、意外とバレてなかったみたいなんですよ。なぜ私はここまで言い切るかっていうと、その後に2つ目のちょっと良くなかったことがあるんですけども、それは女だからこそ起きた良くなかったことなので、じゃあ2つ目ですね。はい、さっき私が話した男子が私に LINE を聞いてきたっていうことなんですけども、女子だけがいるクラスメートの中で、まあ一番なんか影響力ある子みたいな女友達がいたんですね。で、私はそこまで仲いいわけでもなくて、まあクラスメートみたいないう関係だったんですね。で、初めて仕方されたんですよ。仕方されて、何事みたいな。次の週ぐらいかな、たまたま唯一仕方しなかった女友達と私、そしてその張本人ですよね。私のこと仕方してる。その3人で私は帰ってたんですね。以前もその3人でパスタ屋さんみたいな感じで美味しいよねみたいな感じで毎回よく行ってたところがあったんですよ。その一緒にまた久しぶりに3人で帰ってる時に、今からあそこに行くみたいな、美味しいよねみたいな、また行こっかみたいな感じの話になったら、え、全然美味しくないじゃんあそこみたいな感じになってて、んですよ。はい。で、その私の唯一仲良かった友達に聞いたんですね。まるちゃんなんか私も怒ってるみたいな。そしたら、いや、カノンに LINE を聞いてきた男の子いたじゃん、実は丸々ちゃんが好きな男の子なんだよねみたいな。え、だから私何仕方されてるのみたいな。多分そうてか、なんかそういう感じでなんか愚痴ってたよみたいな。マジかって。で、心の中で私はしーって思ったわけですよ。なぜかっていうと、あ、これって私もしかして女同士、まあ要は対等に見てもらえたからこういう風に嫉妬みたいな、私の男を取らないでよみたいな感じに思われたのかなって思ったから、なんだかんだ、まあその時はね、仕方されるから嫌だなって思うんですけども、嬉しかったですよ。だから普通の女性の感覚と私はまあ違うんで、まあ、過去に男性として生きてきたから、なんかそれだけで私は全てが新鮮なんですよね。朝は例えば女性専用車両乗れたってだけでもめちゃめちゃ嬉しかったし、もう全てが楽しいかったんで、その時はすごい嬉しかったですね。まあ多分そうされて嬉しいのは多分私のような元男の子ぐらいかもしれないし、まあ、そういうことがありました。そんな感じで私の学生生活をお話ししました。多分今でも知ってない人もいるんじゃないかなと思うんですよ、私が元男の子ってことは。ただ LINE のそのタイムラインとかでみんなつながってるんで、気づいてる人もいると思うんですけども、全員が全員ではないと思いますよ。まあその時のクラスメートの子もし見てたら、ぜひ私に連絡してください。はい、終わります。もしこの動画が少しでも楽しいよって思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。Twitter、Instagram、あとノートを書いております。ぜひ画面の下からそちらもチェックしてください。また次の動画でお会いしましょう。これなんかね、このモコモコが逆に肩幅めちゃめちゃ目立つように見えちゃうんですけどね。これやめた方がいいか。